見つめています。函館競馬場第32回の函館記念、ロイヤルタッチはまだ入っていません。4歳馬ザ・フォーリア入りました。さあロイヤルタッチ収まっています。4コーナーポケット地点、最後はマイオジョンヌ。さあゲートイン完了です。今スタートが切られました。ほぼ一線の12頭、綺麗なスタートを見せました。第32回の函館記念、今年は函館競馬場開設100周年の記念レースということになりました。注目は8番のロイヤルタッチと11番ブライトサンディ、果たしてどういった競馬を見せますか。正面スタンド前にやってきましたプレストシンボリが先手を取ります。外からパリスナポレオンと、それからメジロスズマル、ロイヤルタッチは現在中段であります。5番手あたりを進んでいます。その直後にブライトサンディといった形になりました。第1コーナーのカーブであります。先手を取りましたメジロスズマルであります。1馬身から2馬身のリードを取っています。2コーナーのカーブに向かいます。メジロスズマルがペースを作ります。そして2番手には赤い帽子プレストシンボリ、3番手にはパリスナポレオンがつけました。その後ろ9ヶ月ぶりの実戦になります。実力馬ヤシマソブリ、その直後に注目4歳馬、明へ向けまして臨戦態勢を整えてまいりました8番のロイヤルタッチ。鞍上は新コンビ岡部幸男であります。その後方はザ・フォーリア藤田真嗣、函館記念4連覇をかけます。そして11番のブライトサンディ、目指すは秋のエリザベス女王杯。鞍上は横山典弘、内から9番の東証ストーム、さらにはマイオジョンヌ、その後方3頭固まっています。内4番の吉野東高、真ん中からはフレンチジェスト、そして最後方10番のスプリングコートといった体制であります。さあ残り 800m の標識を通過しています。先手を取りました7番のメジロスズマル、そして2番手でありますが3番のプレストシンボリ、プレストシンボリが2番手、プレストシンボリ2番手で3コーナーのカーブ。さあロイヤルタッチ動いています。ロイヤルタッチの外ブライトサンディ、この2頭が一緒になって動いている。岡部氏が必死に手を動かしている。現在4番手、その外ピンクの帽子ブライトサンディであります。さあ実力は2頭、さあ一騎打ちになるのかどうか。4コーナーカーブの手前、さあメジロスは粘っているがちょっと後退、先頭はプレストシンボリ、プレストシンボリセット、外からブライトサンディ、さらにマイオジョンヌ、マイオジョンヌだ。さあちょっとロイヤルタッチはもがいている、ロイヤルタッチはもがいている。4番手から5番手馬群に沈んだ、外からマイオジョンヌだ。マイオジョンヌ先頭、2番手ブライトサンディ、8着2頭、先頭マイオジョンヌ、マイオジョンヌ1着、2着11番ブライトサンディ、3着2番のザ・フォーリア。直線で失速しましたロイヤルタッチは敗れました。しかしこのレースは審議の青ランプがつきました。勝ち時計1分59秒6、アガリオンハロン47秒5、サンハロンは35秒3。見事優勝12番のマイオジョンヌ。